私たち人間はいつかは必ず死ななければならない。そのことは地球歴史が証明しています。この死の問題について聖書は一般的な常識を覆す概念を私たちに投げかけています。今回はそのことについて皆さんと考えてみたいと思います。しかし臆病なもの、信じないもの、忌むべきもの、人殺し、姦淫を行うもの、まじないをするもの、偶像を拝むもの、すべて偽りを言う者には火と硫黄の燃えている池が彼らの受くべき報いである。これが第二の死である。この聖句は聖書の教えに従わず自分の欲を満たす生き方をした悪人たちの運命について記してあります。ここで気になるキーワードがあります。それは第二の死という言葉です。これは一体どのような意味なのでしょうか。第二の死があるということは第一の死もあるということです。実は聖書の中で第一の死は私たちもよく知っている、人間は誰でも寿命が尽きて死んだり病気や事故などによって死ぬ経験をするということなんですね。それでは第二の死とは何でしょうか。その答えを得るために私たちは次のことを知っておくべきかもしれません。それは人間は誰でも第一の死によって一度死んだ後に必ず神の裁きを受けなければならないということです。そして一度だけ死ぬことと死んだ後裁きを受けることとが人間に定まっているように、この死んだ後裁きを受けることによって第二の死を経験する人と第二の死を経験しない人が区別されるのです。そしてその基準とは冒頭の聖句の中にあった善人と悪人の区別ということになるかと思います。善を行った人々は命を受けるためによみがえり、悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえって、それぞれ出てくる時が来るであろう。聖書の教えによると善人は神の裁きの後命が与えられるためによみがえり、天国でいつまでも死なないで生きるというのです。つまり善人には第二の死の経験はないということになりますね。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者は第二の死によって滅ぼされることはない。一方悪人は神の裁きの後裁きの執行、すなわち神の刑罰を受けるためによみがえるというのです。つまり今まで多くの人たちが信じてきたように死んだらすぐに天国か地獄に行くという概念は聖書の中にはないのです。ですから私たちの運命にとって重要なのは、私たちが生きているうちに聖書の教えに従って善人として生きるか、それとも自分の欲に従って悪人として生きるかという選択になるのではないでしょうか。さらに神は聖書の教えに従ってきた善人に対して次のような約束を与えておられます。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だからあなた方はこれらの言葉をもって互いに慰め合いなさい。これは
イエス・キリストが再び地上に善人を迎えに来られるキリストの再臨についての約束になります。クリスチャンはこの約束を心から信じているので、第一の死は眠りのようなものと理解しています。たとえ愛する人が今亡くなってしまっても、必ず近い将来に復活して再会できると信じていますので、死は悲しみだけで終わらず希望があるのです。そしてこの善人たちの復活を実現するために、キリストは十字架でご自分の命を捧げられるために、2000年前に地上にお生まれになり、十字架で死んで復活し、さらに近い将来もう一度地上に来られるとの約束が聖書にあります。これがキリストの救いの本質なんですね。キリストもまた多くの人の罪を負うために、一度だけご自身を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に罪を負うためではなしに、二度目に現れて救いを与えられるのである。どうぞ皆さんもこの聖書の素晴らしい希望に満ちた約束を信じて、今神の裁きに備えるために聖書の教えに従った生き方を目指しませんか？